どうも、ジャックンです。今日は僕の動画の名場面集の動画です。ジャックンの簡単英語講座始まり。本当いかついわ。ジャックンの簡単英語講座、半額ハムスターってなんやねん。ジャックンの簡単英語講座、突然に語り出すキャックの恋愛感。キャックの簡単英語講座、絶対解説めんどくさくなってきてるやん。理由を表す単語だよ。だからこれはなぜなって意味ですだね。キャックンの簡単英語講座、 BGM でかすぎて自分の声が消えてた。異世界〇〇は帰還したの実況、ゲーム実況はこの動画が初挑戦です。これまでに突っ込むところいろいろあったやろ。ここで優しげろとか、異世界〇〇は帰還したの実況、あのさ、僕選択肢まで喋られないってスタイルなんとかならない？なんて？異世界まるまるは帰還したの実況。アイドルのために国を一つ苦しめるってのがある意味すげえよな。いや、突っ込むとこもっとあったでしょう。再翻訳麻婆カレーのレシピ、今日はある料理を再翻訳しました。ある料理って言ったけど画面に全部書いてるよ。カレーカレー。再翻訳麻婆カレーのレシピ、チンでキッチンシートを作り、作りと言ってるけども実際はキーでした。再翻訳麻婆カレーのレシピ、玉ねぎが白く丸なるまで叩きます。白くなるまでが白く丸と言っている。翻訳麻婆カレーのレシピ、殺される。再翻訳がひでえ。せめて何語か使ったか、サムネイルか動画内に書こうよ。自作小説朗読、カスパティーン。大月企画の一つ、自作小説朗読。BGM が今の動画のエンディングの BGM やん。自作小説を読んでいこうと思います。自作小説朗読、カスパティーン。人口が5つあるのに、宇宙に道に流らせられたい人くらいか。圧倒的な飛行権を誇る地球共同軍が、魅力の戦力を宇宙に展開した。いつ始まるのかと思ったら次の文言っちゃったよ。朗読しろよ。朗読しないことのツッコミはもういい。いかにも面白そうな入り方、そして物語はここから始まる。登場人物の名前、ストップ。ストップ作業はあります。関係ないです。なんで舞台が新潟？五長がテストパイロットにならんやろ。そして舞台が新潟の佐渡島と判明。
これだけは言える、あんなに言われることなくやってるの全員を、それぞれ9個のガスパティーナに積み上げても我々のゲーム上は最強ですよ。タイトニングの武器はビームなの、実弾なの。続きはありませんじゃねえよ、ちゃんと完成してから動画にしろよ。再翻訳カスパティーニかっこ離職小説朗読、BGM が大きすぎて僕の声が入っていない。再翻訳カスパティーニかっこ離職小説朗読、地球側の軍隊は共同軍なの？連合軍なの？再翻訳カスパティーニかっこ離職小説朗読、ケーキどっから出てきたんだ。再翻訳カスパティーニかっこ離職小説朗読、待って、今話してたのは土地だったの？再翻訳カスパティーニかっこ離職小説朗読、ローラーコースター光源氏かよ。いやいや、グローブミュージック起動させてたらそこカットしろよ。